こんにちは。どうも。自己紹介よろしいですか。どうも、ランチャタ伊藤です。ちゃんとこう一対一で喋るのは初めてよね。いや、もちろん初めてですよ。あの東の VS という YouTube で普段社内でインタビューしてるんですけど、ゴールデンウィークなんですけど、もう暑なってきて、はいはいはい、今年も社内は避けたいということで、久しぶりにランチ、なるほど、芸人さんが普段どんなランチを食べてるのかっていうのをただ紹介するっていう、はい、このお店は何ていうお店なんですか。カリガリマキオカレー、マキオタニカリーですかね。マキオタニカリー、はいはいはい、去年ウエストランドの井口くんが、はいはい、なんか三茶の方のなんか、はいはい、マキオカレーカリー紹介してもらって、今回はその姉妹店みたいなところ。そうですそうです。場所は、場所五反田ですね。五反田、はいはい、普段来てる。そんなにはまあ来てないんですけど仲良しのね芸人さんがやってて私はもう、いや俺も分からんけど、はいはい、伊藤ランチってことでやってるけど、うん、食に興味あるんですか。全然ないです。食に全くないです。ごめんね、なんか、はいはい、あの急にお願いして。いやでもここ美味しいのはもう間違いない。じゃあちょっと注文、一回食べたことあって、一回だけ、はいはい、じゃあ今日仕事前にカレーを食べるということで、はい、そうですね。注文は読んだらいいんですか、行くんですか。ちょっと行きましょう。じゃあ、わかりました、はい、じゃあこちらね。どうもどうもどうも、いらっしゃいませ。はい、芸人さんなんですよね。あ、一応そうです。半次郎タニーと言います。よろしくお願いします。片つむり、すいません。いや、伊藤ちゃんは別になんかギャグもせんけど僕はしない。もう一回ギャグ見せてもらっていいですか。見て、縫い目よろしくお願いします。お願いします。何年でしょう。21年目。伊藤ちゃんは何年。僕16年です。16年ということで、はい、もうお互いね、殺されてるんですけど、あ、これお水セルフサービスお願いします、はい、お水もセルフサービス でメニューはこれ、はい、こちらになってます。マキオタニカリ、はい、そうですね、マキオタニカリですね。おすすめは、おすすめはですね、カレーが2種類なんですけど、うん、マキオカリーとスパイスの効いたカレーと、で両方食べられる相掛けのこのデラックスですね、うん、トッピングがフルでついてるのがデラックスになってますけど、こちらがおすすめです。じゃあ伊藤ちゃんどうしましょう。それで、はい、ね、それでってどれですか。相掛けカレー。伊藤ちゃん、デラックス。もうあのごめんなさい、顔、あ、こっち見て、顔映ってないですよ。今ただ K が喋ってるだけやったんですよ。相掛けカレー。相掛けね。はい、はい、わかりました。じゃあ相掛け一つください。はい。はい、お願いします。じゃあちょっと座って待っておきましょうか。はい、はい、どうぞ。全く食に興味ない。ないですね。なんだったらなんかこう錠剤みたいなんで済むやった、それでいいぐらい。サプリはもうガンガンなんですよ。だいたいアイスとサプリで、サプリでっていう。でまあ健康だからいいか。そうですね、栄養は取ってますよ、サプリで。お酒は、お酒もまあ割と飲むけど。そうです、ね、特に別に食べ物、うーん、こだわりないです。こだわりはないという。アイスが一番美味しい。アイスが一番、はい、でもなんかあのザ・セカンド、あ、ちょっと僕決勝司会させていただくんですけど、はい、ちょっとあの伊藤ランチで会うから、なんか決勝残ってたらちょっとなんかこう嫌やなと思って、エコひいきしてるみたいで嫌やなと思って、なんかちょっとね結果は残念でしたけど、はいはいはい、もうなんかやりきった感じ。うん、やりきりました。でも、うん、ちょっとあのマシンガンさんがすごすぎました。すごすぎた。こういうの言うのもあんまり多分良くないと思うんですけど。でもなんかあのなんかツイッターかなんかで伊藤ちゃんが熱い相方への思いとか、お笑いに対する熱い思いを綴ってたっていうのがなんかちょっと話題になってましたけど、あれはでもやばかったですか。止められなかったって自分がちょっと今となってはどんびりします。恥ずかしい、はい、自分恥ずかしい、ちょっと怖いです。 なんてつぶやいたの。なんちょっと見ていいですか。見ていいよ、はい、ちょっと、いやだから、あ、熱い思いをもう止まれへんねんやと思って、はいはいはい、言って言って。いやこれやばいですよ。でもなんて言ったの。いいですか、じゃあ言って言って。僕は国崎くんみたいに天才じゃなくて、どうしてもタレントさんとか芸人さんになれなくて、芸人の技術とかの前に一個も人と会話ができなくて、一人でカラオケ行って銀弾ボーイズ入れて歌おうと思ったら泣きすぎて歌えなくて、あの時の準決勝も嘘になっちゃったみたいな気がして、
どうやったらチャンピオンになれるの？なんかこう、はい、笑っちゃった失礼ですけど、笑いながらもちょっとジーンとくるつぶやきでしたけども。ハイパーメンヘラです。やばいです。いやいや、そんなこと。これはもう芸人でもタレントでもないですよ。あの、僕はあのカレーをおごりますから、たっぷり食べてください。ありがとうございます。はい、一回飛びましょう。ちょっと待ってください。あれ、何ですか？あ、いらっしゃいませ。あれ、東野さんじゃないですか？いや、どうしたんですか、こんなところで。いや、あの、え、いや、伊藤ランチやってるんです、はい、伊藤ランチやってるんですけど、あの、本当ですか？あの、どうしたんですか？いや、いつも来るんですよ、行きつけで。そうなんですか？進んでください。いやいや、いや、あの、風邪、大丈夫です。大丈夫ですよ。あの、大丈夫ですか？ちょっと待って。伊藤ランチ、伊藤ランチしてるんですよ。ちょっと待って。いや、進んでください。いや、進む。東野さん、ごめんだけでも。じゃあ、進みます。はい、もう進まないと、もう先進まないから、進みますけど、はい、ああ、ちょっと、座ってもらって、全然。いや。何、いつもの。あ、いつもの。いつもの。はい。いつもいらっしゃるんですか？いつも来ます、ここ。あの、近場なんでね、僕の、あの、家から。そうなんですか？はい。あの、伊藤ランチで、はい、伊藤ちゃんに普段行ってるランチ教えてもらうって言って、はい、ほぼないと、はい、で、まあ、ここ1回来て美味しかったですよって言って、唯一言ってて、ここうまいんです。伊藤だから食に興味がないですから、食に興味ない、全く興味もない、人にも食にも全く興味ないですから。いや、はい、さっきあの、ツイッター読んでいただきましたよ、はい、伊藤ちゃんの熱い思い、あれ見ました？見ました。あれ知ってます、東野さん？何ですか？あれ、あの、5月12日に本が発売するんですよ、うん、え、それへのちょっとも、え、そうなんですよ。嘘やん、伊藤ちゃん、そ、え、嘘、うん、伊藤ちゃん、そういうことなの？そういうやつなんですよ。え、そんなことはないです。ついついだから、あの、心のなんか普段思ってることをつぶやきにしたって思ってるんですけど、いや、違いますよ。本当にそれだけです。あの、ただでもそんなわけないよ。ほら、見てください、吉野さん、これ、うわ、ほんまに激ヤバい。うわ、うせや、俺騙された。なんかまんまとはめられた。なんかとんでもないやつなんですよ。宣伝してる、はい、うわ、嫌やな。しょうもないですよ。これ読んでください。うそや、はい、ほんまや、激ヤバ、いや、激ヤバやわ、はい、俺これも読んでます。うわ、ありがとう。ありがとう。大丈夫なんですか？いや、もう出してるよ。いや、ありがとう。東野さん、小説出してるんですか？あの、出してる。あの、これはブログやね。ブログ。あ、ブログ。これはブログで、あの、なんかこう、なんか文章書けるようにしようと思って、伊藤ちゃん嬉しい。すごい、面白かったです。分厚すぎやしないですか、東野さん。あの、だから、1年間ブログ書いたのよ。安い。待って、ちょっと待って。え、1400円。いや、十分や。これ、薄い。薄い。1760円。高い。高い。みんな幸せになってね、なれへんて。いや、ほぼ全部書いてくれてんじゃないですか。いや、ほぼ本編書いてる。すごいな、これ。いや、ぜひぜひ読んでください、いや、逆にだから一瞬この激ヤバは下田この宣伝に乗っかってもうと思ったけど、すごいな、ちゃんと僕の本も嬉しいな、伊藤ちゃん、こういうとこが嬉しいわ。読んだ形跡がないな。いや、違う、読んでる。え、読んだ形跡がないですよ、伊藤の。ちょっと待って、クリちゃん待って、伊藤くんの会や。伊藤くん、そうなんですか？伊藤くんの会や。すいません。伊藤くんがおすすめのランチ。新人みたいだな、これ。すぐ売れますよ、メルカリとかで。いや、違う。綺麗だもん。いや、違う。ええ。もうやめて。ちょっと本棚の端の方でいいから置いとって。この手垢がついてないよね。お願いします。あ、ちょっとこれ、ちなみにこの激ヤバっていうのは、はいはい、どういうのが書いてるの？いや、でもその M1負けた日とか決勝行った日とか全部書いてますね。そういうだ、普段ちょっと心の内をあんまりさらけ出さない伊藤ちゃんがこんなことを考えてる、こんなことがあった、僕の血は鉄の味がする。なんでやばいねんな。そういうのを全部もう松本太陽さんの、うん、あの漫画の、ああ、はいはい、あ、なるほどなるほど。そっからあのインスパイア、盗作ですよ。盗作でしょ、東野さん。盗作やないね。困ったな。ごめんなさい、え、こんなこと失礼やけど、はい、今最前線で走ってるお笑い芸人さんなので、はい、あの顔がもう古いですよ。古いですよ、もう全てが。何です？
熱いな。熱いな。また出た。また出た。熱いですね。出てた。何しようかな。もうええねん。トルネードはええねん。トルネード注文はええねん。ですね。いや、ええねん。ひねらんでええねん。ですね。カレー持ってきてください、早く。お願いします。分厚いな。いや、ええねん。トルネード紹介ええねん。綺麗だな、これ。もうええねん。綺麗すぎるぞ。いや、呼んでくれたって、嘘でも、あ、来た。しました。嬉しい。すいません。あ、じゃあこっち行って。あ、本当ですか。くにちゃんもどうぞ。くにちゃんがいつもの、ちょっと待ってください。え、違うの。違うんですよ、僕は。こういうことね。嬉しい。相掛けっていうことですか。相掛け、これむちゃくちゃうまいですよ。いや、本当に美味しい。井口くんのランチでここの、三茶の方に行ったんで、美味しかったです、本当に。あの、マキオカリっていう、はいはい、カモメンタルのマキオさんが作ってるんですけど、はい、それののれん分けみたいな感じで。いや、そうしたら伊藤ちゃんから聞いてるから。あ、ごめんなさい。あの、マキオカリっていう、いや、知ってる。カモメンタルのマキオさんが作ってるんですけど、なんでそれののれん分けみたいな。いや、なんかこれも聞きました。もちろんや。なんで、もう一個情報してます。なんで臨床スタイルって、あ、何、あの、このマキオ系列で一番美味しいです。この合いがけでしょ。はい、うん、いや、あのターニーカレーがです。え、マジで。はい、あの別物です。もマキオカリじゃないです。マキオカリが一番…え、マキオ…全然違います、東山さん。え、ターニーカレーが一番うまいです。はい、ちょ、楽しみ。本当に美味しい。あと、マキオさんインチキしてます。いや、インチキしてます。インチキらしい作ってます。いや、違う、インチキらしい作って。すいません、お待たせしました。あ、ごめんなさい、いつものですね。いつもの、すいません、ありがとうございます。なぜこれ。あ、嬉しいな。なにこれ。僕、合いがけなんですよ。すまない。いや、合掛けで、合掛けのもカレーセットなんですよ。ね、のもの合掛けでやっていいね。のもの合掛けです。え、だから着てるもんものもの合掛けやし、敷物もしないと。敷物もしないとなんですかこれ。なん食べる秀樹さんですね。いや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 。いやいやいや、あの事務所の後輩タレントのやつええねんって。引くな。え？桃太郎引くな。すいません。はい。暑いな。何？おかしいな、これ。ハンカチじゃないぞ。恵方巻き食べるん、ヒデキさん。まだまだ幸せになりたい。いや、ええねんて。方角もちゃんとしてあるねんから。まだまだ幸せになりたいの。妻を愛してんねん。妻を愛してんねん。めちゃめちゃ妻を愛してんねん。こんなにお金持ってるのに。もちろん。まだまだ幸せになりたい。なりたいんです。あの、思ってる以上に顔でかいんですよ。身長もね。もう本当に秀樹さん。いや、そんなんええの。まだまだこの。伊藤ちゃん。方角合ってるのか。ランチ食べてもらっていいですか。僕は食べますね。美味しいな。いただきます。熱いな。そりゃそうでしょ。飲むの合いがけやめてください。すいません、飲むのが気になります。美味しい、美味しい、美味しい、めちゃくちゃ美味しい、美味しい。あ、すいません、いえ、囲碁将棋でした。だから、いろんな芸人さんに優しすぎるねんて。熱いな、これも。すいません。え、まだのこのちょっと、いや、もう裸はやめて。これも囲碁将棋。もうええねんて。飲むの合いがけで、囲碁将の合いがけや。ややこしいね。すいません。じゃ、寒くなってきたの。どないやねんだ。寒くなってきた。寒くなってきた。でですね。だからトルネード会話ええねんから。いや、伊藤ちゃんやねん、メインの。ごめんな、伊藤ちゃん。いや、ほんま言った方がええで。いや、もう満足な。満足なの。好きなだけ。好きなだけやってくださいって。カレーね、美味しそうに食べる。いや、美味しいですよ。うん。え、これだから一回来たの二回目。そうですね。さっきからなんか味のコメントみたいな一切ないねんけど。食レポあるからね。うん、食レポね、うん。まだ急に食レポの仕事も減ったでしょ。行列の先頭以来、はい、もう一つも来てないですよ。なんでですかね。いや、そらそうやろ。え、そらそうやろ。あれ、なんでなんですかね。いや、そらそうよ。あれ、ちゃんと炎上したらしいですよ。そらする。するよ、ふざけんなって。ふざけんなってなるでしょ。伊藤ちゃんはもうこれ以上味のコメントはもう出てこないってことですね。そうですね。もうこのままってことですね。うん、じゃあちょっと、くにちゃん。あ、置いときはもうちょっとくにちゃんが助けてあげて。すいません、いただきます。で、テレビ関係者が見てたらね、あの食レポで、ヒルナンデスとかに行ってもらおうって。おいしいです。では、どうぞ。隠した。あ、僕、食べる瞬間 NG なんですよ。え、食べる瞬間 NG タレントなんですよ。すいません。食べる瞬間 NG って言われ食べる瞬間。もう大丈夫です。え、うん、あの、なんて言うんでしょう、うんうん、この風味とスパイスの、うん、いや、風味とスパイスの、うんうん、あの絶妙な、これターニーしかできないその配合をして、うん、マキオさんのカレーとはまた一味違う。そしてこの
ココナッツパウダーをかけることによって、見てください皆さん、これ、うん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 、これをしかも合いがけですから、うんうん、合いがけ半分にすること、見てくださいこれ、はい、ね、いいよ、あ、なんと、美味しい、いいや、その食べる瞬間ちょっと映したいのよね、ね、伊藤ちゃん映してください、ぜひ、まだ誰も捉えてないんです今誰も捉えてないですか、はい、まだ食べる瞬間映ったことない、僕はで毎回どう食べてる、 あのスマホ、そうだね、プライベートなんで、うん、あルーによって音変えるんですよ、え、どういうこと、すいません、こっちはね、すいません、こちらのルーはこちら、うん、ルーによっていいね、うん、ルーによって音変える、ルーによって音変えます、あ、こっち違いますよ、こっちどのであ、こっち歌ですかね、すいません、うん、さらに美味しく感じる、むちゃくちゃうまい、じゃあちょっと合いがけしたらどう、合いがけいいですか、合いがけしてもらっていい、合いがけ、あ、嬉しい、うん、スターゲイザーです、いや、ルールが分かんないです、うん、うまいな、うん、だ自由に食べていい、いや、なんで、うん、なんでちょっと篠原涼子さんの曲合うのカレーに、うん、やっぱ一番篠原さんが合うね、カレーに一番あれ、どっちなんですかね、いや、カレー、篠原さんじゃん、でもこの、こっちのルーもほら、うん、確かに、うん、なんかまったりするよね、うん、でもやっぱり、やっぱりこっちの、ちょっといいですか、うん、こっちの黄色いルーは、うん、なんかガツガツいくよね篠原さんって、うん、カレーカレーガツガツいくよねあのあテンポアップ急いでる時には篠原さんですねランチいいね素晴らしいじゃん、さっきからちょっと食べてる口元見えたんちゃうかな、やっぱ篠原さんの刺すんですね、ダメだ篠原さんかけるとやっぱ、うん、こういうこと聞いた、これから篠原さんかけてな、口元隠す忘れてしまう、野菜も食わないですね、野菜もね、うーん、野菜は何かか、野菜は何、野菜レミオロメンです、3月9日ですえ、藤巻さん、うん、で、この野菜食った後に、うん、あ、来た、食べよ食べよ、元気に食べていこう、うん、行こう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 よ、篠原さんはピッチが上がる、あー、いいねいいね、今日も一日頑張るぞもう見えてるやん、口の中入んの見えてるやん、もうルール忘れてるやんいや、違うんですよ、クリちゃん、クリちゃん、伊藤ランチだ、ごめんね伊藤ちゃん、大丈夫、大丈夫、もう今映ってるけどほぼ髪の毛やで真っ黒ですけど、いやでもこんな感じで、あんまりもうコンビではご飯食べることない、ちょいちょいはありますよ、ちょ、あ、まだ仲いいね、普通に会ったりします、そうかそうかそうか、じゃあちょっとこの後ね、カレー食べ終わったら次の仕事現場まで、はい、一応責任持って車で来てますから送っていきますんで、ありがとうございます、東野浩二のこの間っていう本と、はい、そして伊藤ちゃんの激ヤバ、そして、はい、篠原さんの歌、はい、この3点セット、愛しさと切なさと心強さとありがとうございました、はい、ゴールデンウィークの伊藤ランチでございました。